冬なお暖かい九州宮崎、この地で釣りとサーフィンを楽しむある夫婦がいた。このヒラスズキの時ってやっぱこういう荒れた海で釣りを行うんですね。最初ポイントに入った時に海の様子を見て、よっしゃ、方感謝よ。宮崎の海で魚との真っ向勝負。はい、こんな感じです。男が狙うは荒磯の王者と呼ばれるヒラスズキ。日本に生息する3種類のスズキの一種で、外洋に面した荒磯を好む。そして男の妻は宮崎の海を愛する元プロサーファー。その夫婦が営むのは、ここが私の店になります。夫婦で切り盛りする飲食店。人気メニューは宮崎の郷土料理チキン南蛮。共に宮崎の海を愛するちょっとユニークな夫婦を訪ねる。ある日、男はパワースポットとしてにぎわう青島にいた。この海岸線をですね、散歩したり、あとちょっとトレーニングのために軽くランニングして走ったりとかですね。男の名は島のインストラクター松岡秀幸。宮崎を中心に九州全域をカバーするソルトゲームのエキスパートだ。強靭な肉体とタフなメンタルを武器に、ビッグフィッシュを追い求めるフィッシングスタイルから宮崎の鉄人の異名を持つ。そんな鉄人フィッシャーのライフスタイル、松岡は時間があると青島をよく訪れるという。あったかいでしょ、やっぱりこの来てでも、もう12月なのにまだ半袖で全然汗かくぐらいなんで、はい、やっぱあったかいからいいですよね。青島神社の特徴、やっぱ縁結びの神様が祀ってありますので、でやっぱ宮崎県は神の国ですからね、神の国で、だからその中でも青島神社は特別ですよね。この海の中にこう島がポンとあって、こう南国の中にこの神社がポンと立ってるって、なんかちょっと不思議な感じですよ。島全体が境内といい、平安時代の頃から地元の信仰を集めてきた青島神社。ここでいつも長江安全を祈願する。島に生息する亜熱帯植物群は国の特別天然記念物に指定されている。ちょっとジャングルになるでしょ。こういう倒れた木とかももうそのままにしてあるんですよね、わざと。なんか触ったらいけないらしいんですよね、はい、刈ったりとかもしていけないようになってるんですよ。だから植物も持ち出し禁止ですし、そういうことをもう自然のままにちゃんと残してあるみたいですね、青島は。宮崎を地盤とする松岡は普段どのように釣りと向き合っているのか。アングラー松岡のライフスタイルを聞くと、普段魚釣りの仕事が多いので、まあ、遠征に出かけてることが多いんですね。なのでもう遠征に行って釣りして撮影して、で帰ってきて、でお店の仕事をして、はい、でちょっと時間がある時にサーフィンしたりとかですね、はい、割合的にはそうですね、釣りが7、8ぐらいかなっていうぐらいですかね。でお店が2ぐらいで、でサーフィンがちょっとぐらいな感じですかね、割合的には、はい。宮崎の鉄人と呼ばれる男の釣り7、店2、サーフ1のライフスタイル。そこには釣りを楽しみながら暮らす新しいヒントが
いくつもあった。ようこそ大人釣りクラブへ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球と共に、シマノの提供でお送りいたします。青島神社と市内を結ぶ橋のたもとに松岡の営む店がある。5年前にオープンしたこの花キッチン。店では松岡自身が厨房で腕を振るう。釣り師が営む店、もちろん魚がメインかと思いきや、魚もやるときはあるんですけど、基本的にはもう定食屋さんですね。昼のランチメニューで、場所自体がやっぱこの観光地で、どうしてもあのお昼ご飯食べるところとかが少なかったりとかですね。でやっぱ、観光の方でやっぱ来られる方が多いので、時間とかですね、そういうスピードが速くないとやっぱダメなん で、特にこのチキン南蛮というのはこの宮崎のやっぱ名物の食べ物になりますから、でやっぱ場所とその食が合ってるなということで、はい、このチキン南蛮をメインでですねやってます。自分がいない時もあるんですけど、妻がさっちゃんですね、うちのがやってくれてます。でもこの味付けとかその調味料の軸を全部作ってるのは妻がやってるんですね、はい、ある意味もう自分はアルバイトみたいな感じなんですけど、言われるがままですね、こう作るような感じです。夫婦で力を合わせて店を切り盛りしている。松岡さんとご結婚されて大体どれくらいなんですか？ちょうど9年目です。こんなに長くいることになるとはみたいな。どうですか、アングラーの奥様としては。いや最初は何ですか、普通じゃないんで、なんかこう何ですか、定時の仕事ではないじゃないですか、不規則な仕事なんで、こういろいろ戸惑いはあったんですけど、でもまあ、あの魚が好きなんで、魚を持って帰ってきてくれて食べれるのがやっぱり嬉しいですね。そこは一番良かったかなと思います。店主元気で留守がいいみたいな。これもちゃんと手作りで、卵とかですねちゃんと入れて、お店でちゃんと作ってるんですね。これ卵がゴロゴロしてるでしょ。でこれをこんな感じですね。はい、これがチキン南蛮になりますね。はい、一番人気ナンバーワンですね。お店自慢のチキン南蛮定食、お客さんの評判は。来た時はいつもチキン南蛮を食べてます、はい、どうですか、お味の方。すごいボリューム満点で、すごいジューシーです、美味しいです、すごい。宮崎の中でも一番かなと思います。松岡夫婦が作る宮崎の郷土料理、食べてみてはいかがかな。次の日、お店は定休日。松岡の姿は宮崎の海にあった。ロッドを手に早朝の日南海岸周辺へ。このヒラスズキの時ってやっぱこういう荒れた海で釣りを行うんですね。最初ポイントに入った時にみんなどうしても魚釣りがしたいから、もうしっかり観察せずに慌ててこの釣り場に向かおうとしてしまうんですよね。こんな中でやっぱ釣りをするので、なかなかやっぱその自分の身の確保をすることがやっぱできないんですね。なんで慌てずに、釣りたい気持ちは分かるんですけどね、慌てずにゆっくり状況を観察をして、安全第一がやっぱ一番なんで、危ない釣りだからこそですね、はい、きちんとこう海の様子を見て、で無理をしないことですね。もうダメだったらすぐ撤収で諦めることが一番大事なので、ふう、波をよく見て、ちょっとでかいな、ルアーを引く間があるかな。波の状況を見ながら1投目、
うん、流れてないですね、まだ。魚がいたら跳ねる姿も見えたりしますからね、波と波の間で。ちょっとまだ危ないんで、確信部はいけないんで、本当は今のところに立ちたいんですけど、そこにですね、波かぶるんでいけないですよね、まだ。ないかな。ちょっと荒れすぎで魚入ってないかもしれないですね。水濁ってますね。これはちょっと厳しいかもですね。天気予報では波が収まるとのことだったが、松岡はポイントを変えながらキャスティング、着水と同時にリトリーブを開始。狙うは平鈴木。当たるか、食うか、残念。いいタイミングだったんですけどね。再度キャスティング、そしてリトリーブを繰り返す。しかし思った反応がない。まあ、全然流れないな。釣れるんやろうけどな、どこも同じタイミングかな、やっぱり。うん、ちょっと移動しましょう。はい、それじゃあ行ってきますね。はい、行きます。今度は青島周辺へ移動。鉄人松岡は歩いて歩いて納得のポイントを探して歩くスタイル。もうちょいやな。ああ、濁ってるのがやっぱ良くないのかな。もう一回。予想以上の波の高さと海の濁りに苦戦。ダメです。うん、釣りさせてもらえないな、ちゃんと。波の様子を確認しながら慎重にポイントに入り、キャスティングを続けるが、ダメですね。荒れすぎです。はい、明日しましょう、もう一回。はい、明日はまだだいぶ下がりますから。今日まだ 2.5 メートルありますね。明日、今日 1.5 メートルになる予報やったんですか。ならないですね。ならないです。この平鈴木ツリーは、まあ、冬とか春とか、まあ、シーズンそれぞれあるんですけど、まあ、そのさらしがないとダメなんですね、こういうさらしが。でもありすぎるとやっぱダメなんですよね。この小魚も沖にやっぱり出てしまうんですよね、これだけ荒れると。魚自体が沖にも出てしまってもあんまり差し込んでないんですね。魚自体もこういうところに居づらいと思うんですよね、ぐちゃぐちゃになってるところだと。だってこれがもう少し落ち着いたらあっさり釣れると思います。サラシの中で食べてくるんですね。中で食べてくるんです。要はサラシのないところにいるんですよね。サラシのないところにいて、サラシのこの波に揉まれた餌を食べに来るんですよ。どちらかというとこのサラシの中にいるような状態ではないっていうんです。こういう岩陰にいるんですよね、こういう中の。でこのサラシができる場所で、こう一番濃い攪拌してる場所ですよね。そういった場所にこう食ってくるというようなイメージです。荒磯の王者と呼ばれる平鈴木は、サラシが広がったタイミングで浮き上がってくるベイトを下から食い上げ捕食する習性があるという。こんな時だともっと沖ですよね。沖側で魚がもうポジションついてるんで、多分ルアーが届くところには魚がいないような状態ですね。まあちょっと荒れすぎというところですね。朝の釣りを終えた後、鉄人の姿は再び海にあった。ちょっと趣味のですね、サーフィンを
やりに来ました。この青島ですね、お店のすぐ近くなんですけど、で今回は私の師匠先生でもある妻のさっちゃんです一緒にこう見えても元プロサーファーなんです。はい、はい、そうなんです。俺より全然うまいですね初めて10年ぐらいなんですけど、まあ、健康のためにですねやり始めて、まあ、なかなかこれも難しくて、魚釣りも難しいですけどね、サーフィンもなかなか難しくて、はい、で教えてもらいながらですねいつもやってます。はい、なんでちょっとですねやってきます。波もそこそこあるんでですね、はい、行きましょう。はい、ボードを片手に夫婦揃ってサーフィン。まずは奥様の幸子さんがテイクオフ。さすが元プロサーファー、フロントサイドやバックサイドを交えて楽しんでいる。松岡もなかなかの腕前。海を楽しむ共通の趣味を持つ夫婦。お、鉄人松岡がテイクオフ。サーフィンと釣りの大会があって、それでゲストみたいなと、あとプロサーファーで呼ばれてとか、そうなんで一緒にみんなで釣り行こうとか言って言われて、いや私はサーフィンでいいけどみたいなめちゃくちゃ上達しました。だから見てても上手いなと思って、で後で、あれ松岡されたみたいなでぐらい結構上達してます。海入って分かるんですけど、結構流れがあって、朝から比べたらだいぶ波もちっちゃくなったんで、明日はひな続きちゃんとできるかなという感じですけどね、ポイントに立てそうな感じはします。はい、なんで明日頑張りましょう。はい、豊岬にやってまいりました。宮崎市内からですねずっと海岸線があるんですけど、そこもひな続きのポイントなんですが、まあ、昨日も今日もですね波が大きくて、そして潮位が高くてですね、ポイントにうまく入れなかったんですね。なんで豊岬のこの先端部に来て、ちょっとこのそんなに前に出なくても釣りができるようなところですねにやってきました。まあ波は結構大きいんで気をつけて安全第一で行います。はい、ちょっとでかいな、やっぱり潮位が下げると全然違うんですけどね、もっと割れ方が沖で割れてくれるんですけどね波が。とりあえず二ノーから行っちゃいましょうかね。最初これサイレントアサシンの 120F ですね。ちょっと向こう動きますね。宮崎県の南端都井岬周辺で狙うヒラスズキ。前日よりも波は穏やかな予想だったが、波でかすぎやな、ちょっとキャスティングができるポイントを探しながら歩く。ドン、当たらない。いや入ってないな魚が入ってない。潮がやっぱ下がりきらんな、そこで割れないね。全部かぶってるもんな向こう。岬の最南端まで移動してきた。水色綺麗ですけどね、ここおりそうですけどね、よく釣れるところなんですけどね。荒波に住むヒラスズキを狙いキャスト。あ、当たった。ルアーが着水してリトリーブを始めると、果敢にルアーに突進する魚。この日初めて魚影を確認できた。そこでルアーをチェンジ。ちょっと大きいルアー投げてみますね、試し。
上の方ひらひらっと引けるやつですね。この作戦が功を奏するか。同じポイントに狙いを定め再びキャスト。あ、反応しないか。ちょっと薄いか。よっしゃ、あーくそ外れた当たりましたけどね。ちっさいですね魚が。もう一回、まだチャンスがある。よし、よっしゃ、上がった。返したよ。作戦は的中、当たりを捉えた。よしよし、よし、はい、いかがでした。かわいいサイズですけどね。よしよし、釣れました。よしよし、はい、こんな感じです。ついにヒラスズキが姿を現した。よし、ほいほいほい、いけるか。はい、来ました。元気です。ありがとうございます。いやなんとかなんとか釣らせてもらいましたね。はい、いやなかなか反応なかったんですけど、やっぱりいるところに来ると反応やっぱいいんですよね。すぐ投げてからすぐ反応があるんで、ヒラスズキはですね、もう何回か出ましたからね。で、小さいのは投げてたんですけど、多分小さいベイトを食べてて水面でこうバチャバチャ時折やってるんで、でもかからなかったので、ちょっと大きめのですね、このルアーでアピールさせて、そしたら一回当たってバレて二回目かかってくれましたね。ちょっと小さいのと大きいのが混ざってるみたいなんで、魚はいるんで多分反応してくれると思うんですよね。松岡がヒラスズキの釣りに魅了された理由は、結構過酷じゃないですか結構歩かれましたもんね、大変で、まあ、危険なのもやっぱ自然の中でこう隣り合わせてやってて、こう難しい釣りでもあるけど、釣れるときは簡単に釣れたりとかするとか、いろんなこう条件も合わないといけないし、そういったことがこう組み合わせてやっていくのがやっぱ面白いですよね。天気予報を考えたり、波の大きさだったり、風向き考えたり、いろんなことを考えて自分で組み立てて全部しないといけないじゃないですか。ただ非常に面白いんですね。そしてあの魚が綺麗でかっこいいんですよね。はい、そうなんです。もっと大きいですと、まだもっとかっこいいですから、はい、ぜひ釣ってみたいですからねもうちょっと投げてみますね、大きいのがいるかもしれない。うー、波上がりましたね。潮変わりましたね。やっぱ海岸線を歩き続け、この日のヒラスズキの当たりを捉えた鉄人。よっしゃ、勝った。立て続けにヒットだ。よっしゃ、あのタイミング。よっしゃ、姿を現したヒラスズキ。サイズアップか。よっしゃ、はい、同サイズですね。よしよし、こんな感じですね。はい、綺麗な魚体のヒラスズキだ。よいしょ、いけるか。鉄人松岡にとって現在のライフスタイルは、そうですね、まだ続けたいですよね。この釣りはもう特に自分いろんなそのルアーフィッシングをするんですけど、ソルトルアーフィッシングですね。その中でもやっぱヒラスズキがまあ一番好きというか、こう思い入れがあるというか、やっぱずっと
年を取ってもやっていきたいなというのもやっぱあって、やっぱその健康のためにだったり体のためにだったりとか、歩いたり走ったり時にはサーフィンしたり、やっぱ体あってのやっぱ魚釣りですね、はい、そういう部分がやっぱ自分の中では多いんで、80歳になってもこの釣りがしてみたいですよね磯走って歩けるようなおじいちゃんになりたいですよね、はい、今回のタックルはこちら。あなたも安全第一で磯平鈴木を楽しんではいかがかな。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球と共に、シマノの提供でお送りいたしました。